選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。この勝利、いやもうとにかく優勝することだけを考えてきたので、 あと一歩でスタート地点に立てると思うので、まあ、とにかく本当にチームの力だと思います。まあもちろん相手の、まあ、本当にアンラッキーな、彼女たちにとってはアンラッキーなゴールでしたけど、気持ちで、押し切れたんじゃないかなと思います。もう本当にチーム全員の力ですし、ベンチからの声も本当にずっとかかっているんで、チーム一丸となって頑張れていると思います。 PK を決めた瞬間はベンチにまっしぐらでしたね。そうですね、今大会なかなかそういう機会も少なかったので良かったと思います。決勝トーナメント入ってからですけど、気持ちの強い方だと思いますし、やっぱりオリンピックで金メダルを持っていかれているので、ワールドカップは渡さない気持ちでやりたいと思います。宮山選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。